はい、こんにちは、コウスケでございます。久しぶりにですね、コミックの方のですね、情報についてちょっとねワクワクする、新しいニュースが入ってきましたのでね、今回はこちらのね情報をね共有したいと思います。さあ、今年のね9月からですねアイアンマンの新しいコミックシリーズがですねスタートします。そのタイトルも、シンプルにアイアンマンというねストーリーでございます。最近だとねトニー・スタークアイアンマンとか、そこからアイアンマン2020があってということで、まあ、アイアンマンのねイベントタイトルもいろいろあったんですけども、まあ、そのストーリーを経て、まあ、新しいねトニー・スタークの物語が始まると。まあ新しいシリーズはですね、ヒーローを引退したトニーが自分自身のねエゴをね捨てられずに生きていけるのかというところでね、自分自身との戦いを描くというところです。でね、今回のストーリーですけれども、なかなかね制作陣がすごいんですよね。まずですね、このストーリーを作る、ライターさん、脚本がですね、ドラマのね、AMC ウォーキングデッドとかブレイキングバッドをね放送してきた AMC スタジオの、ホルト&キャッチファイヤーっていうね、制御不能な夢と野心っていう、これね実際に今 Hulu の方で配信されてるドラマなんですよ。このねドラマの、クリストファー・キャントウェルっていうね方が、書いた脚本です。なのでなかなか、まあ、壮大なスケールで、展開されていくんじゃないかなと思います。で、アートはですね、カフーというですね、アーティストさんです。CAFU でカフーさんという方です。これね、かなり、中身のですね、絵も YouTube の方で公開されてるんですけど、なかなかね、この方のアートがめちゃめちゃかっこよくて、個人的にこれすごい楽しみにしています。で、今回な、何が一番すごいかっていうと、このね、アイアンマンのね、デザインが一新されると。しかもね、この新アンマンのデザインを手掛けたのは、あの有名な人気アーティスト、アレックス・ロス先生なんですね。このアレックス・ロスが描いたね、下書きというか、ペンシルアートのですね、ものを描いていて、まあ、色とか塗ってないバージョンのね、まだその段階の絵なんですけども、これもめちゃめちゃかっこいいんですよ。このゴツゴツした感じ。これがまさにね、アイアンマンっていう感じがしますけれども、このね、アレックス・ロスのね、表紙の絵がめちゃめちゃいいんですよね。で、今回はね、このイメージ画像としてね、使われているこのアレックス・ロス先生が描いた絵ですけども、これね、調べてみるとね、このアイアンマン、トニー・スタークの周りにいるヴィランはですね、これは60年代の、アイアンマンのコミックのシリーズに登場したキャラクターらしいんですよ。なんで、まあ、あの、クラシカルなですね、キャラクターが登場してくるんじゃないかということで、なんか、心機一転というか、今回のこのアイアンマンのシリーズのロゴもですね、昔のアイアンマンのロゴを使っていることから、まあ、なんかちょっとね、昔の、アイアンマンらしさも出てくるんじゃないかなと思います。これまでのね、アイアンマンシリーズは、ダンスロット先生というね、ずっと、スパイダーマンシリーズのね、脚本を書いてた方がですね、そこから移って、で、アイアンマンのね、タイトルを書いてたんですよね。で、そのダンスロット先生のアイアンマンが終わって、そこから今回のね、この、キャントウェルとカフーと、そしてアレックス・ロス先生のですね、まあ、アイアンマンシリーズがスタートするというところです。まあ、マーベルもね、このアイアンマンというキャラクターに関しては失敗することができないということで、まあそのね力の入れようがですね、ここからもひしひしと伝わってきますけれども、まあおそらくですね、近日日本のアメコミ専門店ではですね、アメコミ総合カタログ誌プレビューズが配布されて、まあ、このねアイアンマンのシリーズ予約とね注文とかも可能かと思いますのでね、ぜひともそこらね最新情報は各コミックショップのですね最新ニュースをチェックしていただければと思います。さあ、今回ですね、ちょっとまあ個人的にアメコミのね原稿誌も読んでる身として、ちょっとね皆さんにお伝えしたい情報ということで、今回ねアイアンマンの新しいアメコミシリーズご紹介しました。この動画が面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。以上、コウスケでございました。